ぜ。皆さんはウォーキングデッドっていう海外ドラマ知ってますか？知らない人が多いのかな、わかんない。俺はもうね、ウォーキングデッドシーズン1放映当初からもう大ファンでね、シーズン1、シーズン2、シーズン3ともうババババッとね見てます。もう本当にいいドラマ。ゾンビなんだけど、ゾンビが出てうわ怖いじゃないんです。ヒューマンなんですよ。ゾンビの怖さだけじゃない、人の怖さとかね、そういうものを描いた本当に素晴らしいドラマがあるんです。そしてなんとここに来てですね、ウォーキングデッド関連グッズを手に入れたんでご紹介したいと思います。バババババン。やい！ウォーキングデッドのフィギュアでございます。じゃじゃーん。なんかすごく可愛らしい感じですけれどもね。表がリック、主人公ね。リックとダリル。もうダリルが本当大好き。あとね、あ、総督だね。総督も敵ですよ。超悪いやつ。あとは、これ、ゾンビっていうか、ウォーカーね。あと、ミショーンね。で、裏を見るとラインナップが載ってますね。基本的には登場人物。でも今言ったやつが多いね。リックとかミショーン、ダリルとか。で、それの血がついたバージョンとかかな。で、あと、ウォーカーがずらずらっとありますね。なんか気持ち悪いのがいっぱいいます。これ、ゾンビ的なやつは当てたくないんですね。愛しのダリル？うん、ダリル本当にかっこいい。もう本当見て、ウォーキングデッド本当見て頼むから、ダリルの良さが、君たちもきっとわかるはず。もう女の子は多分、もうキンキン、もう、あ、ダリルかわいいみたいな。かわいいじゃないか。かっこいいよね。ダリルかっこいいみたいな。なるから本当にね。ということで、開けていきたいと思います。一つ目いきます。あ、中はね、黒い感じで入ってる。まだわかりませんって感じですか？ありがとうございます。開けるぞ。はい。なんか、何？なんか燃えた方か？何これ？しかもなんかベタベタするし。何もう。おめえら元気？俺、誰？せめてさ、普通の正常な人間が当たってほしいんだけど。出るぞ、2個目。出すぞ、出すぞ。行くぞ。ペロン。またかよ。まただよ。やだ。ミションってあの女の人がいるんだけど、女の人が連れて歩いてるウォーカーですね。こうやって鎖がついてますけどね。頼むぞ、本当に頼む。マジでお前らあれだろう、どうせさ3つ目はまたウォーカー来て動画的にはそれで面白くしてくださいみたいな思ってるでしょ。俺もそういう気ないからね。そんな動画のね展開気にしないからね。本当にもう絶対当てるからね。いいよ、皆さん当ててこい、当ててこい、当ててこいよ。いきます。ペロー。あ、ドリル、ドリル来た、ドリル来た。おしょ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 、でで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 で、ボーン。ドリルだ。しかも正常なやつ、血ついてない。はぁ、やったー。嬉しい、嬉しい。はい、ということでね、今回当たったのはウォーカー2体と、俺が一番大好きなキャラクターダリルでございます。皆さん、動画の展開なんて考えません。最高でございます。ウォーキングデッド好きな方はね、こういう関連グッズを見つけたら、ぜひ手に取ってね、買ってみてください。俺はダリルが当たったんで満足でございます。まあ、もし機会があったらね、また3箱買ってやりたいと思います。ということで、ゆうぴーでした。バイバイ。バイバーイ。